こんにちは、なことの高橋です。こんにちは、なことのゆいです。3月になって、はい、暖かくなってきましたね。過ごしやすくなってきましたね。今日はですね、その春に向けてかぶりたいおすすめの帽子をご紹介したいなと思っております。では高橋さんにおすすめの帽子ご紹介してもらいたいと思います。はい、これです。マウンテンハットです。このマウンテンハット、うん、てっぺんがねとんがってるような山みたいな感じになってて、かぶると結構おしゃれな感じでとんがってる感じになります。春になったらこれをかぶって山行きたいなって思ってます。インスタグラムとか、うん、皆さんどんな格好で山登ってるのかなっていうのを常にチェックしてるんですけど、マウンテンハットかぶってる方がね結構いてて、めっちゃおしゃれやなって思って、まあ、取り扱ってはいてたんですけど、個性派かなって思ってあんまり被ったことなかったんですけど、うん、今回ちょっと真似して被ってみようかなって思って選びました、うん、登山で考えると秋冬は厚手の帽子被りがちなんですけど、春夏やっぱり暑いのでこういうハットとかが被りやすいかなって思うので、こういうコットンの薄手のやつだから春夏で被りたいなって思ってます。これハイヤーのマウンテンハットなんですけど、うん、パラフィン加工されてて雨降っても弾くようになってます、うん、なので、まあ、アウトドアでもおすすめかなって。いいですね、うん、登山以外でも普通にかぶってもめっちゃおしゃれなので、うんうんうん、おすすめです。高橋さんこの形珍しいですよね。なんかそのモナガで顔が長く見えるのがちょっと気になってるんですよ、帽子によっては、うん、これは長くなるかなって思ってたけどそこまで気にすることもなく、これそう、スワがね下に向いてるんじゃなくて、そうこう横に向いてるからこうならないんで目にかぶさない、変にね影にもならないし、少し浅めにかぶればパケットハットとは違うシルエットでおしゃれ感もあるし、うん、なんかそれが気に入って今回かぶってみて発見というか、なんかモナガさんとか、うん、ハットなんかちょっと老けて見えるんだよねって思ってる人とか割といいかもしれないです。結構個性的な形ではあるから、うん、チャレンジするのは勇気いるかなかもしれないけど、意外といいです。意外といいですというか良かったです。なので今年の春夏、うん、登山で結構ヘビロテしたいなって思ってます。じゃあ、ゆいちゃんは。はい、私はですね、キャップです。こちらの。私がこのキャップを選んだのは、はい、もう春になったらね、やっぱりニット帽からチェンジしたいなっていう気持ちがあって、で、私結構こうデニムとシンプルにロンティーだったりとか、うん、トレンチコートとかを着たりするので、キャップがかなり相性良くて、よく取り入れてますね。これキャンバス生地とパイル生地になってるんですけど、冬から春にこう季節が変わって薄すぎず分厚すぎずっていう感じで使いやすい生地感になってます。ちょっとかぶってみます。かぶるとこんな感じですね。つばが短めで、でこれしかもワイヤーが中に入ってるので上に吸い上げできます。であとこのキャップなんですけど、ここのねワンポイントの部分、このロゴ可愛くないですか。ワッペンになってるのでちょっとヴィンテージ感あるデザインになってますね。まあそんなに主張しすぎず大きすぎないので普段のファッションに取り入れやすいデザインかなと思ってます。なのでまあ今の季節3月取り入れやすいキャップかなと思ってこちらを選びました。ではいかがでしたでしょうか。私と高江さんが春にこの帽子かぶりたいなっていうのをご紹介させていただいたんですけど、はい、気になった方は概要欄にリンクを貼ってるのでそちらからチェックをしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もお待ちしております。私とゆいちゃんが張り切って返信しますので、はい、コメントもぜひください。お待ちしてます。お待ちしてます。ではそれでは